タクシー出身で海外を拠点に活動する画家の池田学さんが母校を訪れ、後輩にエールを送りました。とにかくいろんな世界中の人に絵を見せたいっていうモチベーション、それだけなんです。1個だけなんです。だからそれを目標にずっとやってきて、今ようやくそのスタートに立ったっていうか。母校の佐賀北高校を6年ぶりに訪れた画家の池田学さん。現在はアメリカ在住で海外を拠点に活動しています。昨日、芸術科美術専攻の生徒を前に、高校時代は毎日美術室に通い、何度も絵を描いていたと当時を振り返りました。また現在のアメリカでの生活に触れながら、年齢に関係なく積極的に行動すれば世界が広がると伝えていました。モチベーションの作り方とか、やはりなんか自分のために作品を作ることの大切さとかをやっぱり知れたので、気持ちを保って将来に向けて作品をこれからも作り続けたいと思いました。絵を持つ力や、世界の広さなどを知ることができたと思います。そういうな人たちに絵を見てもらったりすることができたらとても楽しいんだろうなという気持ちがありました。こう何かの岐路に立たされた時っていうか、なんか分岐点になった時にちょっと思い出してくれればなとか、ああこういうこと言ってたな、そういえばとか、池田さんがみたいな感じで、思い出してくれればいいかなと思います。池田さんは現在カナダで個展を開いていて、来年はアメリカでも個展を予定しているということです。